私の住む福島県は実はこれクワ畑なんですけど、群馬県と福島県は全国でも有数の養蚕地帯でした。でしたっていうのはもう1970年代までは、かなりの養蚕地帯で、私の住むこの二本松市の旧東和町というところはだいたい1970年代の後半、7000人の人口で800戸の農家が12億円の米の生産分があったということです。それが今たったの5件しかこの岡山さんの農家に残っていません。でもこのいわゆる1980年代から生糸の輸入自由化、まあ、その前に牛肉、オレンジの輸入自由化などどんどん農産物が輸入されて、実は米も生糸も中国から輸入されまして、米が暴落をして今福島県は、まあ、福島県限らず全国ですが、この桑畑が荒れ放題です。でこの荒れた桑畑を何とかしたいということで、この桑の葉っぱを健康食品として地元 の NPO を作りまして、道の駅を運営しながら荒れた畑を再生しようということ、まあ、これ一つの棚田と桑畑のこんな風に、昔はですね土手までこの桑を植えたんです。それだけ平らな土地は田んぼにし、斜めの傾斜地は桑畑という、それから牛を飼いという、そういう今回皆さんの映像でも牛が逃げている浪江飯舘の写真がありましたように、どこの地でも牛を飼い、蚕を飼い、米を作り、冬は炭焼きをしという、まあ、そういうまさに中山間地帯が今回の原発の事故に遭いましたし、私もこのせっかく今まで健康食品として取り組んできた桑畑がですね汚染された、本当に悔しい思いでいます。はい、まあ、これが生産者、桑の葉の生産者です。はい、で私 の住む二本松市はだいたい原発から約50キロ弱です。で今言ったようにまさにこの飯舘、この伊達から飯舘、ずっと双葉地方まで、でこの阿武隈山系といわれる地域は養蚕、畑箱、畜産非常に盛んでした。ただ中山間ですから働く場がない、ですから冬は出稼ぎという、まあ、そういう、ずっと私の親父も出稼ぎに行って、私たち兄弟を学校にあげたと、それから山の木を売って、子供たちを学校にあげたという、そういう、ところです。はい。